はい、おはようございます。シャチくんでーす。よろしくお願いします。じゃあ今回はね、ポケモン一匹縛りプレイ金バージョンでこの子でやっていきたいと思います。はい、クロバットね、コウモリポケモン、高さ 1.8m、 75kg。 これこないださ、俺あの X でつぶやいたんだけど、俺の今の身長と体重とほぼ一緒なんだよな。こんなスリムじゃねえけどな。4枚に増えた翼で暗闇を静かに飛んでいく。静かに飛んでいくんだね。バサバサしそうだけど。隣を通られても気づかない。忍びのものすぎる。そんな静かに飛べるんだ。アクロバットね、やっていきたいと思います。まあ、今回はね、すいません。簡単だと思ってます。いや、わかんねえけど。まあ、久々でもないけど、めちゃくちゃ速いポケモンですね。嬉しい。クロバットね、まあ、一匹縛りプレイを、クリスタルでね、まあ、図鑑順で今やってるんですけど、あ、後ろ姿初めて見たな。かわいいね。あとごめんなさい。夏季進化のね、塩梅で9レベルになっちゃいましたね。だから序盤はもうただ、惨殺。惨殺が始まります。そうそう、ズバッとやった時に、まあ、クロバットやんないのみたいな。まあ、やんないですかみたいな。まあ、結構もらってて、うん。まあ、クリスタルはね、一応初代のポケモンでやろうって思ってたからやんなかったんですが、まあ、それからかなりの時を経て、ようやくクロバットと。まあ、やっぱちょっと夏季進化のやつはね、準備が大変なんですよね。うんうん。まあ、なんか四天王をさ、クリアすれば、夏季度がちょっと上がったりするんですけど、うん。まあ、そんなにね、この、うん。まあ、この動画を撮ってる以外の時間でわざわざそんな、四天王を黙々とね、やるという気力はなかったので、まあ、毎日美容室に行かしてましたね、ゴルバットを。はい、まあ、このまま行っちゃいましょう。初代のフィフス4でさ、なんか知んないけど、8レベルのゴルバットが手に入って、それでやってるんで、まあ、9レベルのクロバットという感じでやってますが、まあ、どのみちレベル上げてたらここで9ぐらいになるんでね。まあそんな変わんないでしょう。噛みつくね、本当は12レベルなんですけど、多分初代のゴルバットがね、1レベルから覚えてんのかな。なんで覚えてる感じ。あ、ひるまない、なんだ。ここの鬼スズメに素早さ勝てるなんて、まあそりゃそうなんだけど。まあ最終進化から始めてるんでね、あ、10レベル、やばい、言うこと聞かなくなっちゃうんだよな、これ。まあ、簡単に終わらせたいけどね。ちょっと技いきなり微妙ですよね。本当は6レベルで超音波覚えるんだけど、6レベルでゴルボ、ん?クロバットにするなんか不可能でしょ。どうやって覚えんだよ、これ。で、12で噛みつくってなってるんで、最短で覚えるのが19の怪しい光と、こう技覚えないんですね。風起こしぐらいね、使ってほしいけどね。ルビサファってなんかエアカッターみたいなの使われた記憶あるな。あれ強えよな、なんか。よし、とかいきなりひるんだな。まあ、噛みつくがいきなりあんならラッキーですね。ゴーストタイプもいけるしな。種族値か。素早さ高い以外俺はこの子のことを何も知らない。これ次のポッポでレベル上がんない?大丈夫?結構嫌なんだけど。はい。種族値すごいね。HP85、52、攻撃90、54位。攻撃高いね。そんなにあるんだ。防御も80もある。もっとか弱いと思ってた。67位。特攻70。まあ、特殊技あんま覚えないんで別にいいんだけど。目ざっぱがな。70ありゃ十分だよな。で、特防も80。あ、80あればね、レッド耐えるんですよね。抜群でも。これはこの間なんかで実証された。だから大丈夫。で、素早さが132と。うわ!レベル上がっちゃったよ、マジか。2位なんだ。え、1位って誰?マルマインですか?サンダース?わかんないな。マジでわかんない。130より高いやつなんかいるの ?135 とかってこと?
同率だったら、1位だもんね。そうなんだ。1位じゃないんだ。1位だと思ってましたね。130ってすげえな。だからこれはもう負けないんですね。素早さは。弱点も意外とないよな。エスパー岩氷電気。エスパー岩氷電気。岩タイプちょっと良くないな。技ないもんね。覚える技がとてつもなく少ないね。うん。19の怪しい光の後、翼で撃つ30、42で黒い眼差し、55黒いキリット。まあ、ちょっと、ストーリーで使えそうな技ないな。いや、でも正直あれなんですよね。空を飛ぶ覚えるけど、覚えさせられるけど、俺2ターンかかる技あんま好きじゃなくてね、間延びして。まあ、なんで翼で撃つを使うかもしれない。あ、でもレッド戦ではさすがに。変えると思うけどね。ちょっとすげえサクサク終わりそうだな。まあたまにはいいか。ね。いつも動画長くて申し訳ない。20分台でいこう。はい。ということで、ひわたジムね。行きましょうか。20分で終わるかな。てか、パート1って俺大体長くなっちゃってるんだけど、まあ、1と3かな。3が長いか、いつも。なんであんなにかかるんだろう。これ、全部を順調に倒したらどれぐらいで終わるんだろうな。あ、そういえば、つながりの洞窟でね、スピードスターもゲットしたんで、一気に強くなりましたよ。あ、でも倒せない。毒針ね。でも、毒タイプはね、ほんと、いいのよ。金銀の序盤。毒にしてくるから、ロケット弾が。まず、毒技、そう、スモックとかね。とても嬉しかった、されなくて。はい、チェキ。え？レディバの方が防御低いの？そうなの？偶然？今の。国防高いイメージあるけど。どうなんだろう？まあ、わかりませんが。行きましょう。ここ、でも命令聞かないと言っても連続斬りも今一つだもんね。あとが渋い地か。毒飛行だもんね。余裕じゃん。じゃあこの言うこと聞かないという煩わしいのもここだけなんで、だいぶ楽だな。あとはミルタンクぐらいですかね。あのミルタンクより、素早さ、あ、出た。30も高いんでしょ？ああ、行ったって目覚めたわ。黙ってやろうとしてたら、急所ね。今じゃないのよ。出た分をチャラにしようとしてきやがった。そしてビードル。ああ、なわけている。あ、そういえばさ、これを今撮ってるのが、ヤドンかな？ヤドンを出してるぐらいなんですけど、まあ、ヤドンの出してるぐらいというか、ヤドンのパート1を出した日なんですけどね。みんなありがとう、本当に。多分、グッドボタンを押してほしいみたいなことを言ったと思うんだけど、いつもよりね、みんな押してくれて大変嬉しいです。いや、本当にね、嬉しいですね。ありがたい。うん。まあ、目標もできたということでね。戦わなくていいか。お風呂屋さんオフ会ね。うん。まあ、なんでね、よかったら押してくれたら嬉しいですね。まあ、で、コメントも嬉しいな。コメントの方が嬉しいかも。いや、まあ、てか、両方嬉しいんだけど。本当にありがとうございます。仕事の疲れもね、吹き飛びますよ。まあ、やっぱルーティーン的にさ、仕事終わったらまず見るからね。まあ、仕事中も見てる時あるけど。あ、嫌な音ね。これ素早さ下がってもストライクに勝つのかな？まあ、なんで、してくれたら嬉しいです。はい。これさ、そう、俺、まあ、ずっと思ってたんだけど、なんかあんまね、言うの嫌だなって思ってたんだけど、まあ、目標とかは言わないと達成できないもんね。だから俺は、みんなと朝、お風呂屋さんへ行き、朝、うん。いや、
まあ、その後居酒屋行って、解散。まあ、多分俺はほとんど喋らないので、うん。まあ、ラブホで飲み会もありだよな。確か。男だけは渋いな、さすがに。あら、男だけって入れないとこ多いんだっけ？そういう話聞いたことあるような気がするけど。まあ、やめとこう。これ以上、やめとこう。そう、剣銀の、をやるとね、エモネタ言いがちっていう、そういえば。外した？え？嫌な音って、そうだっけ ?80 ぐらいだっけ ?100 だと思ってたけど。まあ、連続切りが最大まで、ああ、でもそんなもんか。そんなもんだし、素早さ負けてるね。3。外した！え？何？何が起きてんの？白い切り使った？調子乗りすぎてて負けそう、なんか。大丈夫？大丈夫かな？大丈夫はなくない？結構。次やばくね？ああ、まあ、木の実か。ありがとう。うん。外せ！ちょっとまずいって、38。あ、でも15か。これ以上上がんのかな？よいしょ。ああ。はい。15からの、ああ、これがマックスですね。勝ちました。かわいそう。ほら、あ、オッケー。やりました。はい。ということで、あっさりでしたね。まあやっぱ強いポケモンは強いよな。まあ当たり前なんだけど、なんか頭痛が痛いみたいなこと言っちゃったけどさ。合計種族値なんだっけ言ってなかったな。535だもんだって。19位。これやっぱ全部平均的な能力値ってこれ、まあ俺の大好きニドキングに似てるけど、似てんのかまあわかんないけど。全部平均的に強いかつ1個が飛び抜けてるってめちゃくちゃ強えよ。冷静に考えると。いいね。はい。じゃあライバル戦行こうかね。まあいいねって言ったけど正直強すぎて困惑してますね。うん。まあ蹂躙シリーズに近いとこがあるよな。最近やってないけど。蹂躙シリーズはさ、他に何かいいやついます？なんか最終進化もやり尽くしてないんだけど、なんかいいのいないんだよな。まあ今、ベトベトン、ちょっとやりたいなって思ってたけど。あー、ゴースリーの一撃。これ大丈夫か？一撃だぞ、ずっと。レベルはまあ、レベル上がりやすいんかな、これ。怪しい光は覚えましょうね、さすがに。まあ、吸血がいらないよね、普通に。武士タイプ、まあ、悪に、吸血がもっと強ければいいんだけどな。吸血ってなんか今威力上がってますよね、多分。なんかでやった時威力80とかって見えたんだけど、気のせいかな。ソードシールドかな。そんぐらい欲しいよな。あ、わけわかね。あ、そういえば名前わしずね、今更だけど。バシズが吸血モード忘れちゃったけど。まあ、血を吸うから連想してワシズにしたけど。赤木ね、好きなんですよね、俺。まあ、ギャンブラーの血が騒ぐよね。俺5歳ぐらいから麻雀してたから。めちゃくそ弱いけど。おい！どうしてなんでしょうね許せないわ。ドゥドゥドゥンじゃないよ。いきなり。やけど直しなんてこの時点で買えないし、しかも。それ考えると結構チートだよな。チート技だよな。まあ、10% だけど。やけど直しだって売ってないんだよ、ここまでの段階で。ひどい話ですわ。はい、まあ、なんか、俺なんかここでやけどめっちゃなる気がするんだけど。のせいかな。マグマラシあんま戦わないけどさ。戦った時なかなかの確率で火傷してる気がすんだけどな。まあ、文句ばっか言っててもしょうがないんでね。お、あかねか。いや、あけみさんです。はい。そしたら、小金ジムね、行きましょうか。あけみさーん、俺に血を吸わしてください。血吸うね。血吸うとは違うけど、キスマークつけられんの嫌いじゃないです。はい。
愛は重ければ重いほどいい。行きましょう。はい。いや、冗談です。うん。いや、うん。メンヘラね。うん。体験って言い方は良くないか。の子いましたけど。まあ俺そう何回か言ってるんだけど、俺お付き合い3人しかいなかったんだけど、まああの、いなかった、もういなかったっていうか、今後いないからもういなかったになるんだけど。うん。2人ね、メンヘラでしたもんね。メンヘラって言い方良くないかな。でもリストにね、まあなんかなんていうの？印があったんでね。なかなか、目の前でやられたこともあったし、なかなかですよね。ああ。愛が重ければ重いほどいいよね。はい。はい、まあそんな感じで。嫌いじゃないんだよな。でももうね、いい年なんでね、そんなことされても困るけど、首とかにやられたら困っちゃうよね、さすがに。ってなるよね。この年だからもう、あ、ごめん、これダニだわとか言えば、ですよねってなりそうだけど。うん。ね。来るね。私にキスマークつけてくれる人いたら、なんか、コメントしてください。いや、コメントは気まずいな。X に DM ください。あ、ごめんなさい。やっぱ迷惑なんでやめときましょう。お互いね。ああ、麻痺ね。麻痺か。よし。なんかあんまり、まあサクサクいってるか。怪しい光覚えたから、ニルタンクも余裕ですよね、これ。これなんかほんと申し訳ない。ミカちゃんはマークつけてくれそう。かわいい。うん。アカネは、いや、アカネはなんかふざけながらやってきそうだな。うん。負けただけでワンワン泣き出すしな。説ありだな。諸説あり。はい。いや。ポケモンの話しとく？真剣に。ちょっと真剣な、クロバットの悩みを言うと、技が乏しいよね、やっぱり。うん。多分倒さないから、ヒルミ狙いで。まあ、良さそうな技が、ひるんだね。指振られるとだるいから、電磁砲してくるから、どうせこいつ。あ、オッケー！あ、急所か。素晴らしい。天才。好き。キュン。あーし、21ね。最近女子高生のバイトの子にキュンってやって遊んでます。はい、怪しいか。ああ、素晴らしい。素早さ勝つんだよな。いや、でもここのミルタンクで素早さ勝てて、ある程度状態異常できる技があればそんなに大変じゃないの。混乱してるから踏みつけなのかな。あ、まあ、いや、技がないんですよ、そう。ある程度強い技はさ、まあ、ギガドレインと、鋼の翼だけど、この二つ両方関東行かないと手に入んないんでね。なかなか渋いよね、これ。わきわかで勝ちだな。うわー、うざ。てか怪しい。うわ、危ない危ない溶けたよねー。まあ、だと思った。いや、でも俺は、執拗に攻めるよ。どうせミルクのみやられちゃうからね、スピードスターやっても。あの、こっちが先制するからスピードスター2発で終わってたか。あ、そっか。なんでなんだろうね。許せないんだけど。え ?4 連、うわひどいよ、これもう、ムカつくな。いや、普通にスピードスター2発でよかったね。ミスりました。ここでミルクのみの秋がない。転がるだとしたら怪しい光を読んで踏みつきにしてたとしか思えないんだけど。二世代目ってさ、ちゃんと攻撃受け、ん？攻撃受ける前って命令してると見せかけて読んでくるときあるよ。ズルしてそう。とか、レベル22残り HP44、HP77 ってなんか気持ちいいな、結構。やっぱゾロ目って素敵。はい、メンヘラ発動。メンヘラ発動。メンヘラ発動したときは、寄り添いながら優しい言葉をかける。これですね。いや、わかんない、合ってるか。で、俺の言ってる方法は多分合ってないから失敗してきてるんだと思うんだけどね。あ、メロメロね。あ、そう。で、ごめんなさい。あと何だっけ。
ギガドレインと鋼の翼か、そう。両方関東なんでちょっと渋いのと、まあ、多分、あれよね、恩返しとか使えたらよかったんだろうね。まあでも、恩返しは縛ってるので使わないので、普通何やんだろうね。毒毒、あ、でも毒毒と黒い眼差しか。毒毒と黒い眼差しで強いね。守る見切りとか。眠るも覚えるもんね。眠るって誰でも覚えるのかな。まあいいや。そしたらもう、早いな。まあ、行こうかな、ライバル戦。はい。はい、そしたらライバル戦行きましょうかね。まあ、ここは、あ、でも待って、コイルがいるな。うん。呪いさえ受けなければ大丈夫って言おうと思ったんだけど、コイルがいるな。まあ、とはいえ、コイルごときいけるか。でも、怪しい光もあるからな。あと俺、こいつにはね、ぜひ頭突きを覚えてほしかったよな。残念、それだけ。あ、でも、噛みつくでもひるむからいいか。あー、ひるめ!はい!あ、これまずくねえか?まあ大丈夫か。まあさすがにね。もう種族地の暴力ですよ、これは。今回は。もう許してね、これは。いいんだから。最近、あれだったし、こういう回なかったしね、あんま。多分、あんまわかんない、覚えてないけど。え、ちょ、まだ勝てないかも、これ。4、あー、ギリか。怪しい光のがいいかな。あー、思ったより与えねえ。勝てえな、コイル。今一つだからってそんな受けないもん。はい。いや、これ、だるいな。あ、来た!ソニックブーム外れた。ナイス。そしたら、いや、どうする?いや、でも倒しに行くか。もう次のターンで、ね、昼め!昼め!二世代目だから、あー、倒せば、呪いのダメージ受けないので、ここで倒そう。なんで電気ショックじゃないんだろう、あのコイル。ほんで、あと2体ね。ズバッとぐらい一撃で落ちるかな。やめとこう。はい。いや、ちょっとまずいんだけどね。いい傷薬があと1個しかないのよ。ちょっと良くないな。これ負けるかもしんない、普通に。これ一撃じゃないきゃ無理だな。なんなら。あー、いける!いける、急所ナイス!天才。どうしよっかな。待って、特攻と攻撃の差を見たい。あー、まあまああるな。9か。スピードスター2発で落ちるならいける。無理 ?2 発は無理あはマジか。53。キノコで何受けるんですか ?31。あー、10、あはいやー、終わったわ。終わった。終わったよ優勝ふざけんなよ、マジで。うわいもう負けたんだけど。はい納得できないなぁ。いや、やけどになんなきゃね、多分回復すれば間に合ったんだけど、多分無理だったんですよね。これ倒せないから、ひるむより怪しい光の 50% にかけた方がいいか。いやー、ひわだのあの火傷がもうフラグになってたよな。ナイス!いや、これでいけるでしょ。微妙か。レベル上がったからな、でも。倒せ。あ、OK! はい、これで勝ちました。なんだったんだよ。はっ。10% ってそんな簡単かな。こんなに 10% 引いちゃうとさ、前もこの話したけど、多分、目の前に 100% 何にしようかな。まあ、100万円もらえるのと、90% で1000万円もらえますってあったら、俺多分、1000万円の方選ぶけど、外すよね。おそらく 10% 引くよな。運悪いのかな?俺運いいと思って生きてきてんだけどな、ずっと。どうなんだろう。ベビースターラーメンのなんか応募でパジャマみたいなの当たったしな、子供の時。めちゃくちゃいらなかったけど。ベビースターラーメンの
昔のキャラとすれば今全然違うよね。昔のキャラのパジャマ持ってたんだけど、パジャマってか着ぐるみみたいな。あれなんでいつから変わったんだろう、あのなんかなんていうのわかんない、ラーメン中華料理屋さんの店員みたいな格好のやつから。いや格好はあんま変わってないか、なんかキャラの顔がめちゃくちゃ変わってたよな。あ、あとそういえばうまい棒が15円になりましたね。まあそりゃそうよね。うまい棒なー、そりゃ値上がるよな。あらゆるものが値上がってるよね。うちも米が値上がりしすぎて潰れちゃうかも。いやー、ほんと値上がりがやばいよな。米の値上がりがマジでやばいよね。もうやってけないよな。仕入れだけで20万ぐらい変わっちゃうんだよな、10月から。マジ潰れるわ。売れたらどうしよっかな、何しよっかな。とりあえず実家帰って1年ぐらいニートしようかなとか考えてますね最近。飲食店 バタバタ潰れていくんじゃねえかなって思ってんだけど、どうなんだ、耐えきれんのかな。いや米だけじゃなくていろんなの上がってるからさ、まあ、商品値上げするしかないけどね。値上げするとさ、やっぱボソッと言われるのよね、お客さんに。あ、値段上がったんだみたいな。上がるよそりゃって思うんだけど、こっちは値上げしても利益率減ってるけどって思うんだけどさ、まあそんなのお客さんは知らないじゃないですか。まあでもね、あ、でも最近は上がってもそりゃそうだよねみたいなムーブになってきてるよな。なかなか残酷ですよね。でもバイトの時給も上がるよな。最低賃金ってさ、アルバイトはどんどん上がるけど別に社員は上がんねえから、なんかむしろそう、バイトの時給がどんどん上がるせいで利益落ちてってもらえる金減るんじゃねえとすら思うんだけど、法人税も上がるみたいなこと言ってて、賃上げなんかそれじゃあ無理なんじゃないの。どうなの、あんま分かんないけど政治的な話は。いまだに選挙行ったことありません。まあまあ恥ずかしいことだと思っています。よくないよねこういうムーブは。選挙って行った方がいいよねきっと。まあ自分の一票じゃ変わらないみたいな思考になっちゃうんだけどさ、私も。全員がその思考じゃなくなれば変わるもんね。まあ全員というか過半数。まあでもなー、行くのがめんどくさいんだよな俺。めんどくさがりなんですよね、かなり。病院とかも行かないしさ、明らかに体調悪くても良くないよな普通に。でもめんどくさいんですよ。とにかくとにかく家から出るのがめんどくさくて嫌いなんだよな。あと家から出ちゃうと凄まじくね逃避しちゃうんでね、家にいるのが一番だと思ってます。とかレベルめっちゃ上がるな。なんか多めにもらってるにしてもレベル上がりやすいな。育てやすいこの子もしかして。松葉で30はギリ超えないぐらいが普通だと思ってるんだけど、あれそれって多めじゃない時だっけ。いや忘れた。よし、そしたら松葉行きましょうか。よし、まあでもどうだろうね。ここは呪われたらだるい、てか呪われたら負けちゃうかもな。噛みつくにするか怪しい光か悩むとこだな。所定があれ最初ゴースだっけ。このゴースは落とすでしょ多分、きっと。おそらくいけたら行く。はい、この日バイト入れない。あー、入れたら連絡します。はい、ほぼないですね。ほぼ入ってくれないですね。まあそりゃそうなんだけどね。このゴーストもの俺は祈るよ。はい、よし。
21一撃か。なんかもうずっと一撃だな。ああ、なんか気持ちいい、また。ああ、ああ、オッケー、翼四つナイス。はい。いやでも、でもスピードスターか。まあ、スピードスターだね。うん。翼で撃つと噛みつく、どっちの方が与えるかな。翼で撃つだよね、多分。でも一撃で倒さないかな。いや、倒すんじゃない、ワンチャン。相手の防御まで考えればこっちの方が与えると思ったんですけど、催眠術ね。あ、でもこれさ、ゲンガーに素早さ勝つからさ、起こせば勝ちじゃん。ここのゲンガーに先制したポケモンって過去いたっけ？ほぼいないと思うよ。多分100以上ないと勝てないよね。100あっても勝てないのかな？どうなんだろう。ミルタンクとかどうだったっけな？はい。翼で撃つも覚えてくれて、サクサク進んで、めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しいです、俺。いや、やっぱさ、いや、そうだな、そっか、休みまでの間に4日以上あるときは、やっぱこんぐらい強いポケモンがいいな。また5連勤中なんですよね。まあ、5連勤って普通だからさ、あんま連勤って感じで言うのどうかと思うんですが、俺は4日以上働くと疲れちゃうんでね。5連勤です。はい、まあそんな感じで強いポケモンを使ってても多めに見てください。はい、まあそんな感じで、今回はね、この辺で終わろうと思います。20分台で終わってますかね、わかりませんが。一匹縛りプレイ、ゴールバットバージョンね。まあどんくらい早く終わるかを楽しみに見ていただけたら嬉しいかなと思います。はい、そんな感じで、いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。